こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。白馬揃った、綺麗なスタート。さあ前に行くのはどの馬か。イージーシスティーナ前に行きそうです。フルエリート、それに続いています。さらにはアローブレイブ、2番シェルホール、その後ろマーケットブースター、どうやら後方からの競馬。もう一度先頭から見ていきましょう。マウントキャップ先手を取りました。内からはシェルホール並んで、8番アローブレイブ、ダリアズドリーマー、この馬もこのグループ。すぐ隣にドクターリバー、その横にクワイエットベルベール、フルエリート、そのうちに続いています。その後ろにハトゥーフ、リクノディクタス、後ろからになりました。内からはジェットギムレット、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方からイージーシスティーナ先手を取りました。間が空いてアローブレイブ、ピンクの帽子クワイエットベルベール、その後ろすぐ隣にシェルホール、並んで7番スピークセゾン、青の帽子イタリアンビクトリア、その後ろフルエリート、それに続きます。すぐ後ろにジェットギムレット、しんがりからマーケットブースター、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はダリアズドリーマー、2番手はイクノディクタス、これは絶好の手応え。クワイエットベルベール、3番手イクノディクタス、いい位置。果たして先頭を捉えるか。ダリアズドリーマー先頭、あと 200m、 先頭はイクノディクタス。ダリアズドリーマー必死に追いすがります。アトゥーフ追いすがります。イクノディクタス、もう一伸び、イクノディクタス、イクノディクタス1着、2着にはどうやらアトゥーフ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。イクノディクタス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはフォラストメガトン、ハイフレンドターフ、先頭あと 200m、 先頭はラビニアフォンタナ。さあここからいよいよ最後の勝負、先頭に躍り出る勢いです。クワチイメージ、ラビニアフォンタナ、ラビニアフォンタナ1着、2着にはどうやらハイフレンドターフ、立ったのはラビニアフォンタナ、見事な勝利です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはセカンドセット、アフリカンブルー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してセカンドセット、花に立ちます。その後ろからはフラッグダウン、この馬も上がっていく構えです。さらにはルアー、6番アフリカンブルー、その後ろ前に戻りましょう。クリス・ザ・シグワル先手を取りました。並んで4番ルアー、パラダイスクリーク、それに続きます。その外からザフォニック、この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。前に戻りましょう。先手を取ったのはクリス・ザ・シグナル、赤の帽子ルアー、その後ろこれに続いてパラダイス・クリーク、並んで7番ザフォニック、緑の帽子フラッグダウン、その後ろすぐ隣にデアリング・クレア、トロットサンダー、後ろからになりました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はクリス・ザ・シグナル、ルアー、ほとんど差がありません。大外からオレンジの帽子トロットサンダー、伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 一気に後続がやってきた。ルアー必死に追います。トロットサンダー先頭、2番手はルアー、トロットサンダーゴールイン、トロットサンダー1着、2着はルアー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。白馬綺麗なスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か。 It's all Greek to me、 前に行きそうです。ビエンビエン、それに続いています。さらにはローブカメリア、9番ヴィンテージクロップ、その後ろ。各馬サンタアニタ名物のヒルサイドコースを緩やかに駆け下りていきます。では前の方から。 It's all Greek to me、 先手を取りました。エプソムタバスコ、そのうちに続いています。内からはダーボンパレス、ローブカメリア、すぐ後ろ、その外にヴィンテージクロップ、並んで7番ビエンビエン。この辺りで各馬最初のホームストレッチにかかりました。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から。先手を取ったのはエズード、これに続いてエプソムタバスコ、その外から It's all Greek to me、 並んで14番ジョリファ、バーボンパレス、そのうちに続いています。その外にウィッシュバウンド、並んで13番ライラックスクワート、黄色の帽子、ビエンビエン、その後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはエズード、その横に It's all Greek to me、 エプソムタバスコ、すぐ後ろ、これに続いてバーボンパレス、並んで14番ジョリファ、ヴィンテージクロップ、この馬もこのグループオリエンタルセカンド、そのうちに続いています。並んで10番ロッキークラシック、ビエンビエン、この馬もこのグループ、すぐ隣にウィッシュバウンド、その横にライラックスクワート、東海帝王、後ろから。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は It's all Greek to me、 2番手はエプソムタバスコ、東海帝王、 B1 です。さあここからどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。 It's all Greek to me、 先頭、残り 200m、 It's all Greek to me、 先頭だ。東海帝王抜けた。ヴィンテージクロップ追いすがります。東海帝王、東海帝王1着、2着にはどうやらヴィンテージクロップ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。東海帝王、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ベストパル、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。カジュアルライズ、前に行きそうです。ベストパル、それに続いています。さらにはサンセットミステリー、7番バートランド、その後ろ。ストライクザゴールド、どうやら後方からの競馬。では前の方から見てみましょう。ベストパル先手を取りました。すぐ後ろにバートランド、並んで5番カジュアルライズ、マーケトリー、この馬もこのグループ、黄色の帽子、後継2世、いい位置につけました。並んで10番リルイーティー。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。もう一度先頭から。先手を取ったのはサンセットミステリー、内からはマーケトリー、並んで13番ベストパル、青の帽子、カジュアルライズ、その後ろ。その外からデビルヒズデュー、 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。サンセットミステリー先手を取りました。さあ先頭は依然として14番サンセットミステリー、まだ粘っています。マーケトリーほとんど差がありません。ベストパル3番手、後継2世、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったデビルヒズデュー、残り 200m、 先頭はデビルヒズデュー、残り 100m、 デビルヒズデュー厳しいか。バートランド、デビルヒズデュー追いすがります。バートランド、バートランド1着、2着は微妙です。立ったのはバートランド、見事な勝利です。
こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。サファリキャップ、コースタート、ブリーフトゥルース、この馬もコースタートを切りました。ニホノブルゴ前に行きそうです。サファリキャップ、それに続いています。さらにはビーチタッチ、9番ウィナーズジュノー、その後ろもう一度先頭から先手を取ったのはウィナーズジュノー、その外にブリーフトゥルース、ビーチタッチ、そのうちに続いています。内からはハードシュート、白の帽子、クリムゾンブレイブ、その後ろすぐ後ろにピートスキー、シェーンコート、すぐ後ろ赤の帽子パリスリング、その後ろすぐ隣にジェントルピール、すぐ後ろにトレジャーボーイ、さらにはプレザントカイザー、しんがりからヤングケリバン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。10番ビーチタッチ並んで11番サファリキャップ、ミホノブルボン好位をキープ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から先手を取ったのはビーチタップ並んで11番サファリキャップ、好位置をキープしています。ミホノブルボン前はビーチタップ、サファリキャップ、ほとんど差がありません。3番手にミホノブルボン、絶好の手応え。さあミホノブルボン逃げ切れるか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はミホノブルボン、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はミホノブルボン、残り 100m 幅を一気に打ち切ります。2番手はブリーフトゥルース、ミホノブルボン独走、ミホノブルボンぶっちぎりです。ミホノブルボン1着、2着はブリーフトゥルース、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ミホノブルボン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭は光勝王妃、ドラールオーカン先頭、残り 200m、 ドラールオーカン先頭だ。しかし残りわずか、残り 100m、 ドラールオーカン先頭。2番手はカワチソレイユ、ドラールオーカン1着、ドラールオーカン完勝、ドラールオーカン1着。2着はカワチソレイユ、見事に中央の強豪を退けました。ドラールオーカン、この馬は強い。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。マッハナディア、これは遅れてしまいました。さあ先手を奪うのはどの馬か、吉野キング、前に行きそうです。これに続くのがアーバンバレリーナ、その外にクロストライン、シーブラッド、そのうちに続いています。内からはサブリナチェリー、その外からシルキー鈴鹿、ミスター東人 B1 です。アラビアヒッター、そのうちに続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然として吉野キング、アーバンバレリーナ、ほとんど差がありません。シーブラッド3番手、大外からオレンジの帽子ミスター東人伸びてきた。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はミスター東人、ミスター東人先頭、あと 200m、 ミスター東人先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はクロストライン、ミスター東人独走、ミスター東人ぶっちぎりです。ミスター東人1着、2着は微妙です。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはミスター東人。
さあ直線に入りました。これからの勝負。ここで先頭に立ったアドマイヤヒル。後続馬も足を伸ばしてきました。残り 200m、 アドマイヤヒル先頭だ。残り 100m、 シルクコスモス先頭。デームエンブレム追いすがります。シルクコスモス、シルクコスモス1着、2着にはどうやらデームエンブレム見事に勝ちました。シルクコスモス、アドマイヤヒル敗れました。これは掲示板までです。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠のトロピカルカフェ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を切るのはどの馬か。マルブツサンキスト前に行きそうです。これに続いてザッキーゲラ、白の帽子ヤマニングローバル、その後ろすぐ後ろにネイハイビクトリー、その外からカリブソング、黄色の帽子藤山健山、その後ろその外からマーベラスクラウン、並んで6番桜世界王、インターシャトル、この馬もこのグループ。すぐ隣にアイルトンシンボリ、その横にミスタースペイン、すぐ後ろに南の明かり、その後ろからはブラウンビートル、しんがりからマチカネタンホイザー。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。3番マルブツサンキスト依然として先頭、ヤマニングローバルすぐ後ろ 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。1番人気のメジロマックイーン現在先端に取り付いています。ここでヤマニングローバル先頭に変わりました。マルブツサンキスとほとんど差がありません。3番手にメジロマックイーン絶好の手応え、ヤマニングローバル先頭、差はほとんどありません。2番手はメジロマックイーン先頭を捉えるか。やはりメジロマックイーン先頭だ。ここで先頭変わりました。先頭はメジロマックイーン、メジロマックイーン先頭、リードを広げにかかります。2番手はヤマニンゼファー、メジロマックイーン1着、メジロマックイーン完勝、メジロマックイーン1着、2着はヤマニンゼファー、メジロマックイーン天皇賞春秋連覇の偉業達成。今我々の目の前で新たな伝説が誕生しました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはオートリボックス、オートリボックス先頭、あと 200m、 オートリボックス先頭だ。リードは1馬身、
後続の足色はどうか。竹のベルエット、やはり強い。竹のベルエット、竹のベルエット、竹のベルエット。1着、2着にはどうやらアドマイヤリック、1番人気に応えました。竹のベルエット、見事です。